東国サバノオは、金峰外科白金草属の二年草。別名、大山白金草。植物体全体に、無毛で繊細である。ほとんど発達しない短い根茎があり、根は、ひげ状になる。茎は高さ5から30センチメートルになり、一株から3から4本が出て、斜めに立ち上がり、上部は多少とも分子する。基部から数個の長い傭兵のある、 根室葉を出して、3から5小葉からなる鳥足状複用になり、頂き小葉は、線形から降卵形になって、長さ幅は0.5から2センチメートルになる。根室葉の傭兵の基部は、卵形の鞘状になって、大きく広がる。茎につく葉は耐性し、頂き小葉は、線形から降卵形で、長さ幅ともに0.5から2センチメートル。円は、荒い巨子円。基部は、 円形から、くさび型となり、短い傭兵の基部の鞘は豪着する。下期は4から5月。茎先に、計5から10ミリメートルの紅白色から、黄緑色の花が1から2個、やや垂れ下がって咲く。花柄は細く、長さ0.5から3センチメートルになる。花弁状の額片は5個で、楕円型で、長さ4から8ミリメートル、幅2から4ミリメートルになり、全開はしない。 学編の内側に小さな花弁が5個あり、花弁の原部はオレンジ色で、幅の広い群は池形、蜜線があって、蜜を分泌し、直立するか内極し、その柄は紅白色になる。湯髄は15個ほどあり、長さ3から5ミリメートル、約は白色。髄は2個。果実は袋下で、長さ0.9センチメートルになり、 木部で2個が合着して広がり魚の尾のように見える。種子は、計1ミリメートルの球形で、小さな突起があり、光沢がない。茎の木部の臨辺に閉鎖毛をつける。日本固有種。本州の岩手県以南、四国、九州に分布し、温帯林の沢沿いなどやや湿った林床に生育する。和名の東国サバノ尾は、東国サバノ尾の意で、関東地方に生える。 サバノウの意味であるが、分布は関東地方より西の本州、四国、九州まで分布している。また、サバノウは花子の果実が T 字状になるのをサバノウに見立てたもの。種商名トレーキースパーマムはザラザラした種子のの意味。ありがとうございます。